ディビナ、メアリー・ガリカは、イギリス、ワトフォード・キンコブ・シー・ヒース出身の女性アルペンスキー選手、レーシングドライバー。ブラバム BT37 をドライブするディビナ・ガリカ、アルペンスキー選手として1964年、インスブルックオリンピックから3大会連続でオリンピックに出場。1968年、グルノーブルオリンピックの大回転で8位。1972年、 札幌オリンピックの大回転で7位となった。また1970年アルペンスキー世界選手権の大回転では10位となった。アルペンスキーワールドカップでは1967から1968シーズンに格好で2度3位となっている。その後周囲から進められてレーシングドライバーに転身するとレーシングカーとフォーミュラ2を経て1976年 イギリス GP でサーティースのドライバーとして F1 初参戦、女性としては史上3人目の F1 ドライバーとなった。このレースでは同じく女性ドライバーのレラロンバルディも出走し、F1 史上唯一の複数の女性ドライバーが出走したレースとなったが、2人とも予選落ちとなった。また、2014年の F1 世界選手権に導入された固定ナンバー制にて、 パストールマルドなどがカーナンバー13を指定するまで意味数字である13番をつけて車両を買った数少ないドライバーのうちの一人であった。1978年にはヘスケースのドライバーとして開幕第1.2戦に参戦したが共に予選落ち、F1 に通算 3, 3度出走したが決勝進出は果たせなかった。1992年アルベールビルオリンピックで 公開競技として行われたスピードスキーのイギリス代表となり時速 182.927km の記録で19位となった。ありがとうございます。